はい、どうも、ガオチョウでございます。ここはどこ福井県ですね、から今岐阜へ向かっております。峠の名前は油坂峠ですね。福井側から山梨が岐阜側に向けて走ってます。さてさて、どんな感じでしょう。以前なんだ、逆側は多分公開してると思いますが、その今度折り返しですね。はい、そんな動画になります。来るときは逆光だったんで、まあこれどうかな、今度は順光になるのかな。はい、そんなんで、通ってみたいと思います。まあ上りと下りと、まあ、両方取っとけば、ね、その道のどこが楽しいかってなんとなくわかるかななんてね。ということで、トンネルとね、トイレ行きたいのよ早いとこ道の駅とかに行ってトイレ行きたいんですよ。なのでちょっと急ぎ気味になるかもしれません。ただね、もうタイヤがそろそろ変えてから2シーズンかな3シーズンかな、あれいつ買ったっけ。タイヤが3シーズンだ多分。19年の春に買って、でそれをずっと、まあ夏場5月から10月11月ぐらいまで使って、で3シーズン、残りがあとどれくらいだろう、 1.5 ミリあるかな。スリックサインはまでか、スリックサインまでがあと 1.5 ミリくらいかななんてね、そんな状態なので、はい、あまり無理はせず、降りていきたいと思います。何を無理すんだ無理はしないよ、はい、そんなんでね、本当帰ったらどうしようかな。今年なんとか持たせたいんですけどね、タイヤね、なんとかいや乗らなきゃいい、そんな感じなんですけど、なわけいかない。そうすると年内に夏タイヤ交換っていうのもな、まあ早めに冬タイヤに変えちゃうっていう手もなくはないんですけどね。まあそうだ、あれのホイールが余ってたな。タイヤは古すぎて使い物になりませんが、ミニライトのミニライトのホイールがね、ワンセット余ってんですよ。まあ買った当初の夏タイヤなんですけど、それが余ってるので、まあそれに組んで来シーズン2022年から3年3シーズンはミニライトの方にしようかななんてね思ったりし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 て まあそんな感じで、ちょっとねこれ今日はタイヤを大事にして今日はじゃねえ、これから1、2ヶ月ぐらいは、ちょっとタイヤを大事に使おうかなと。
思ってる今日この頃でございます。はい、ということでもうちょっとで終わりですね。このカーブ過ぎて終わりにしようかなと思います。はい、ここまでガオ中でございました。油坂峠下り、また次の動画でお会いできればと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。やっぱ次のヘアピンにしよう次のヘアピンまでにします。そしたら動画は終わります。よ、ここなんだろう。あ、そうだ、桜パーク、違うだったっけ、春にいいってやつ。春にここへ来るとここで桜が見れるって感じですね。はい、ということでヘアピン来ました。この辺で今回はでね、ここで本当に終わります。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。